はい、どうも、コミです。さて、本日は GS さんから動画をお届けしてまいります。ラッシュオブクランズというですね、大会の模様なんですけども、模様というかまあアーカイブなんですけどね、今回勝ち抜いてますね、GS さん。全勝でここまで来ていて、ちょっとこの後のスケジュールはまだ見て得てないらしいんですけども、2週間後くらいかな、にまた、次があるということなんですけども、このね、大会から、猫ふんさんとですね、GS5V のチーム一緒になるということで、一気にパワーアップしてるんですね。本当に。おそらく層が厚くなることによって、相手がどういうその、対策をするかっていう、その対策めっちゃ難しくなるんですよね。スタメンが、誰が出てくるかわかんないから。っていうところでね、これからの活躍どんどん期待できるというふうに思ってますので、まあ、特に GS さんに、のクランを使ってやるのかな、だと思います。ちょっとまたね、自分も情報が確定しきってない中でこう喋ってるんで、もしかしたら今後変わるかもしれないですけども、はい、ということでですね、これからも応援していきたいというふうに思いますし、ぜひ応援の方よろしくお願いいたします。ということで、今日は、ありえない食い火、これを見ていこうと思います。ありえないんですよ。本当に。なんちゅうの、この、まず発想ができないんですよね、僕には。で、発想ができないし、いや、これできるよ、やってみろよって言われても、絶対にできない。こんな食い火。っていうのを今日は3本見てもらおうと思ってます。オガヨッチさんのね、アタックになりますね。今回全部。この人の食い火、ちょっとおかしいんじゃねえかな。なんかおかしい。多分なんかね、なんかあるよ。なんか絶対にある。まずね、この1本目。この1本目がね、僕的には一番やばいと思いますね。これから見てもらう残り2本も相当やばいんですけど、食い火のルートね、こういう風に行くんですよ。で、タウンホール壊すんですね。この時点で、はいって思いません？こんなところどうやって歩かすのみたいな。インフェルノありますよね。盗賊あります。アーチャークいます。援軍ありますよね。キングもいますよ。これを歩かせれるのって話なんですけど、歩かせれるんですよね。まずはレイジでアーチャークイーン回復力を上げながら、相手のアーチャークイーンとクロスボウ投石機のターゲットを取っていきますね。その間に、ロイヤルチャンピオンが、9時方面から入ってきて、この投石を潰していく。アーチャークイーン手が届かないんで、これはちゃんと、ロイちゃんで壊していく必要がありますね。さらにアーチャークイーン前進してキングと当たるタイミング、相手の防衛軍とも当たるので、ここでフリーズ。いいですね。さらにこれ、もう見えてないんですけども、上の方からウッドランチ入ってます。キングも入ってます。壁も開いてます。で、このウッドランチャーで真ん中のインフェルノをメキメキ折っていくんですね。で、さらにグランドウォーデン、陸のグランドウォーデン型ですね、トームを使ってランチャーとバーバリアンキングにトームをかけて、さらに伸ばしていきます。アイアンフィストはもう使ってるんですけども、もう十分ババキの仕事を果たしてますよね。真ん中からはさらに、ウッドランチャーの中からのイエティが出てくるという形。このままタウンホールにアーチャークイーン向かっていって、レイジ2個フリーズ1枚、インビジブル1枚を使い切ることによってタウンホールを取るということですね。さあ、そうこうしてるうちにもうこれフリーズで固めてレイジを打ってアーチャークイーンの回復量を上げた段階でラバル展開していきます。3時方面の投石機を壊していきながら、時間も結構ね、余裕がないので、アーチャークイーンでタウンホールを狙っていこうという形ですね。さあ、ここでアーチャークイーンタウンホールターゲット取って、まだクロークも残っている状態。さらにここでクローク発動していきながら、レイジ、さらにインビジブルが残っている。このレイジは、シングルインフェルノを壊すように使うんですけども、ちょっとバルーンが取れちゃって、これをね、少しヒヤッとしましたけどね。まあ、とはいえインビジブル残ってるし、アーチャークイーン体力グリーンゲージなので、もうね、なんなのこれ。これだけやっても難しいのに、このアチャクイの食い火パートやっても難しいのに、この回収のガゴまで出している。この人手と頭何個あるんですかね。なんか、すごいよね。なんかさ、10年前のパソコンが僕の頭だとしたら、なんか、今の最新のパソコンが、小倉さんの頭だとしたら、僕多分10年前ぐらいの CPU レベルの回転しかできてないと思いますね。すげえ、例えが分かりづらいかもしれないけど、それぐらいすごいということですよ。すごくないですか？本当に。さあ、もう一個見ていきましょう。今回のね、このアタックっていうのは何を言いたいかっていうと、まず見ていて面白いんで、見て楽しんでほしいんですよね。で、さらに、食い火ってやっぱりやれるとかっこいいし、どんな配置にでも基本的には食い火ってできると、まあ一般的に言われてるし、僕もそう思います。ただ、相手の配置が難しくなればなるほど、こちらの技術も求められるというところなんですけども、食い火を使う上で、あ、こういうテクニック、発想、アイデアがあるんだなという
ということもね、ぜひ、この動画の中から見てもらえたら僕それで嬉しいなというふうに思いますので、まあ、そんなところにこう着目しながらね見てもらえたらというふうに思います。で、次ですね、大吉さんもう一回いきましょう。こちら、はい、これはどうやるかっていうとですね、もうルートを見てもらいながらね、どうそこを通すのかなって考えてもらった方がいいと思いますんで、全部いってます。ここにこう通していきます。で、真ん中からアーチャークイーンがガンガン打つということですね。まあ、この配置って壁が確かにここにないんですよ。この部分ね、こうないので、こうなってるからアーチャークイーン入れるっちゃ入れるんですよね。あ、まあ、ここも壁がないのか。はい、ここに入れるんですよ。ただ入った瞬間にもう四方八方からお前分かってんだろうな、やっつけんとこの野郎と言わんばかりにね、火力が集中するんですけども、これを生き残って殴り続けることができれば、延々とアーチャークイーンが真ん中から主要な防衛をぶち抜きまくってくれちゃうわけなんですよね。まずは、ウォールブレーカーでこの壁を壊したかったんですが、多分壁の枚数が11枚だったのかな。で、壊しきれずということですね。15枚やったら確か壊せたはずですね。この一直線。ちょっと違ったらごめんなさい。で、ただし、ちゃんとリカバリーでこっち、ベビードラで削っていくことによって、アーチャークイーン壁の1マスの隙間、今ね、壁の中入りやすくなってるんで入っていきながら、タウンホールはきっちりアーチャークイーンが落としていくと。空飛の状態なんで非常にコスパのいいタウンホールケアになってますね。で、アーチャークイーンこっちの、アーチャー塔とかね、このなんだっけ、これ迫撃砲の方に行ってもらっちゃ困るので、カットをしていきます。バーバリアンキング、アイスゴーレム、さらには後ろから陸のグランドウォーデン、ロイヤルチャンピオンまでつけて一斉にこの部分カットしていくんですね。で、アーチャークイーンを中へ中へと誘導していきます。で、このシーンでも相当忙しいんですが、さらにここでデイジポイズンですね、ミリ残りのアーチャークイーンの体力をきっちり防衛軍から守っていく、このレイジポイズンの判断と確実な落としどころ。えぐい。えぐいっすね。で、このままアーチャークイーンがもう真ん中に入るルートが見えてきましたね。しっかりと、はい、このままこのマルチインフェルの方に向かっていくわけですね。さらに特にロイヤルチャンピオンも集合してきて、もう完全に中央部分、ヒーローで蹂躙する準備が出来上がってますね。バーバリアンキングはさらに上の方にこうね、ぐるっと回り込んでいってくれてるっていう感じ。もうヒーラーがいろんなヒーローを回復してるんで、どのヒーローもグリーンゲージっていうところですね。ロイちゃんが若干赤ゲージかな。で、さらにボマー型のラバルを展開していきます。このバーバリアンキングいるんですけども、まあまあ、今ロイちゃんが当たっちゃいましたよね、こういう風にね。当たっちゃったけど、基本的にこいつは、もう、ロイちゃんで倒すことをあまり考えてないババキンなんで、まあ無視で OK ですよね。そして最終的にこの部分、三次方面にユニットを全部集めて、ボマーも破裂しない状態で、防衛施設が全部なくなったと。いうことですね。これがクイヒーです。とかね。言ってみたい。言ってみたいっすよね。ほんとね。これがクイヒーなんですよ。みたいなね。超出割りたいぐらいに、もうどやりたくなっちゃうよ。こんなクイヒーやったらっていうクイヒーがもう一本あるんですよね。ぜひ見ていきましょう。ここまででどうですかね。僕は真似できる気が全くしませんけども、でもなんかちょっとこういう食い火をね、まあ、中心にやってる方っていうのは別に上手い人だってそんなに何て言うのかな、まあ悩む必要はないと思うんですよね。上手くなろうと努力することでもちろん大事なんですけど、悩む必要は全然ないと思っていて、まあ、こういう食い火とか見てもらいながら、こういうテクニックがあるんだとかね、さっき言ったように発想力をね、ぜひぜひ、膨らませてもらって、まあ、いろんなことを楽しむ。いろんなね、形でクイーンを歩かせていくっていう、それがクイヒーの面白さでもあると思うんで、そういうところでね、ぜひぜひこれも参考にしてもらえたらと思うんですけども、全然またこれ発想違います。オガヨッチーさん、発想力もすごいっすよね。いろんな形をこう決めてくるんで、まあ、僕の動画ってあんまりこうね、すごいっすよね、すごいっすよねっていう動画はね、あんま好きじゃないんですよ、正直ね。学べる動画にできれば、僕が自分でディープ見て学んだことを皆さんにもこうお伝えしていきたいっていうのがチャンネルの趣旨なんですけども、今回のはね、ちょっと、それじゃないですよね。はい。で、タウンホールがあります。タウンホールの中に直接ぶち込んじゃうと、後ろから援軍が来ます、シングルに出るのがあります、アーチャークイーン絶対やられますってパターンなんですね。まあ、絶対とは言わないけども、結構やられますってパターンなんですけども、それを分かってるんで、きっちりとこういう風に横に歩かしていきます。はい。横に歩かしていく。まあ、こっちにちゃんと進めるっていうね、この、アーチャークイーンがどこを順番殴るかっていうところの見極めもすごいんですけども、さあ、こうしっかりウォールブレーカーで壁を開けて、アーチャークイーンを中に入れていきます。こっちに進んだら多分腰の壁開けてすぐにリカバリーしたんでしょうね、おそらくね。という臨機応変に対応はしたはずです。もうちゃんとこっち、60方面に歩いてくるのを見計らって、そちら方面にユニットを出していったんだと思いますが、さらにアーチャークイーン進めながら遅れて出てきた突撃艦イエティ。
クロスボウとさらに投石機を殴り壊しながら相手の防衛軍を釣り出して、さらに壁開け、こことここを開けていきます。空いたのを見計らってこのスーパーウォールブレイカー、この壁ぶち上げていくでこれよ、これが食い火マジでもうレベチな食い火ですよね。まあでこのままあとは、レイジをさらに重ねがけていって、で、もうクランジョを早く壊して、ね、このシングルインフェルノを殴り壊して、さらに、タウンホールも壊してほしかったんで、こんな風にしていきます。でここね、ちょっとね、多分このインビジブルはフリーズと間違えたんですね。まあ、このインビジブルをなんだ、このヒーラーとアーチャークイーンに打てば、もっともっと多分アーチャークイーンが楽に生存したと思うんですけども、まあ、ここでクロークを発動して、ど真ん中のマルチインフェルノ、エアスイーパー、さらにクロスボウを撃破、ヒーラーまだ一体生き残っていますという形ですね。はい、これでアーチャークイーンは終わってしまうわけなんですけども、まあ、ど真ん中きっちりクリーンでタウンホール壊して、シングルインフェルノもう防衛軍と、まあ、十分な仕事はしてくれましたよね。はい、でそのままバルーンとロイヤルチャンピオンは、陸王殿型でしたけどもまだ生き残ってます。トーム使ってトームが切れるか切れないかぐらいでこうラバル展開していくので、あのキングとロイちゃんが長生きするんですよね。あのキングとロイちゃんがやられるまでずっとヒーローバート見ちゃうと、陸王殿型って時間切れにもなりやすいし、あのバルーン と、グランド、とロイヤルチャンピオンか、まあ、さらにはグランドウォーデン、こいつらの相乗効果が出しにくくなっちゃうので、割と早めにラバルを展開していくっていう形を親父さん作ってますね。で、ラバルを展開した直後にはもうすぐに、ガゴを出して回収も始めているので、このアタックっていうのも合計で2分54秒。もうね、どこかで少し遅れたら結構やばかったっていう状態なんですけども、取り切っていきましたということですね。ということでどうでしたでしょうか。今日はおかよちさんの食い火に注目しながら3本アタック見てもらいました。1本目はランチ上がった、2つ目は、ボマーを使ってましたし、まあ、3つ目は突撃艦イエティと、全部兵器が違うし全部発想が違うんですけども、まあ、こんなような形でね、縦横無尽にクイーン歩かせたら絶対気持ちいいと思うんで、食い火をね、今中心にやってる方もはぜひもうぜひぜひ参考にしてほしいし、そうじゃない方もあこれ見て食い火面白いなって思ってもらえたらね、ぜひ始めてみてもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで今日の動画終わりにしたというふうに思いますが、これからもですね、私のチャンネルでは GS さんと猫ふんさんの、チームをね、新チームというのかなを応援していくし、こんな形で動画も出していきますし、タイミングが合えばですね、まあ、紬もカンクラも、GS さんもどれもそうなんですけども、生配信もね本当にやっていきたいというふうに思ってます。これからもどんどん動画出していきますので、よろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では今日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。